はい、淀川飛行司令和海洋のバブです。4月14日結構深い時間になっております。まあ久しぶりでございますんでねまたちょっと手探りになるかと思いますけども頑張ってやってまいります。今日はボリューム29ですね。はい、29回目になります。よろしくどうぞ。はい、ということで令和砲弾29回目でございますね。次は30回目の節目ということなんですけどもね、やっと30回かっていうまあそんな感じですよね。そうですね、まずまああの時事的なというか近況的なというところですけどね、もう気がつけば4月、もう今日14日でしょ。だから、もう折り返しか、ほとんどね、本当に早いね。前回は確か1月の末まだ寒い時期にウォーキングライブみたいな映像付きのね、あの43号線一人で夜中歩いてねやったんですけどもね、はい、もうそれからしてももう2ヶ月以上経っているんで、いやーね、もう本当に時の流れはなんと無常なっていう感じですけど、もうね桜もねちょっと若葉が目立つようになってきておりましてね、はい、まあ季節はどんどんと流れていっております。もう日中はちょっと汗ばむような陽気の日もありと思えば、まだねちょっと朝夕なんかは肌寒いね、いうところでね、ちょっと季節の変わり目ということなのでね、体調崩す方も周り非常に多くてですね、はい、まああの僕らミュージシャンの間ではね、結構その歌い手さん多いんで、その喉言わしてねちょっとライブにも支障が出てますっていうような方もよく SNS なんかで見かけますんでね、引き続き皆さん体調の方ね、気をつけていってほしいなという感じでございます自分はどんな立ち位置やって感じですけどもねまあ僕は至って元気でずっとねやっております。はい、おかげさまで。はい、いうところで、そうですね、まああのこの YouTube チャンネルですけどもね、先月めでたくなんとチャンネル登録者さんが500人を突破いたしました。はい、ありがとうございますなんかこれ拍手の SE とか流した方がいいのかなね、まあ分かりませんけどね、まあ、たかだか令和砲弾なんで、まあそんなんは別にいいと思いますけども、そうですね、あのこの令和砲弾自体はねちょっとなかなか更新がままならないんですけども、その分歌の方ですね、あの歌の動画は結構ねコンスタントにここしばらく続けておりまして、はい、でライブ会場とかでもね MC でおねだりなんかしちゃってね、そしたらねあの皆さん優しいんでね、音上で登録してくださる方がね結構多くて、おかげさまで、毎日本当にねちょっとずつですけどね着実に登録者さんが増えていっておりましてね、本当に嬉しい限りでございますね。まあ言うてあの本当何年もねチャンネル自体は何年も前からあるんでね、それでやっとのことでね500人っていう感じなので、まあ特段その驚異的なペースで伸びてるとかいうわけではないのでね、はい、あの次はねとりあえず1000人目指して、まあできればこの500人よりもねより短いスパンで達成できれば嬉しいんですけどもね、まあそのためにはねちょっと頑張って更新、それから PR 引き続きがめつく貪欲に続けていきたいなと思います。そういうとこですかね。あと近況的なとこでは、先月、ロイヤルホースのね、あの梅田ロイヤルホースの、年2回の、恒例のオクターブサミット無事終演いたしました。そうですね、あの自分としては、10回目ですね、10回目公演ということでね節目になる回でございましたけど、皆さんねあのたくさんの方お越しいただいてね、初めてのね方もたくさんいらっしゃいましてね、本当に心温かに終演いたしました。本当にね前回よりも今回という感じで、あの自分自身もねだんだんブラッシュアップしていけておりますのでね、そういう手応えも感じながらやらせてもらいましたので、またね次回はよりグレードアップしたものをですねお届けしたく思っております。次はまた秋9月にありますんでね、また日程がもう実はちょっと日程決まってるんですけどもね、改めてお知らせしていきたいと思っております。はい、そうですね、あと先月はね本当にねスケジュールがもう超過密でね、もう怒涛のような月だったんですけどもね、はい、まあそんな中でですね地元の西淀川区の方で単独ライブをねさせてもらったりね、千舟のねポノレアニューさんというお店で、昨年の秋の西淀音楽祭でねご縁を得ました、地域の方のね主催で持ってやらせてもらったんですけどもね、本当に、そちらもたくさんのね地域の方がお越しになってくださいましてね、で本当に僕の、持ち込み身の機材の拙いね音響だったんですけどもね、本当お店自体はね本当に素晴らしい広いね奥行きのあるおしゃれなねお店で、地元にねこんなねいいお店があったんかというようなところでね、本当僕もまだまだねあの西淀川区民としてね知らないこといっぱいあったんやなっていうことをもう何かにつけてね実感しておるここ数ヶ月でございますね。でまたねあのこちらのお店で年末にクリスマスライブをねさせてもらうことになりました。はい、またねあのその際時期近づいてきましたらまたお知らせしたいと思います。
ますけどね、本当に嬉しい。その淀川貴公子とね、勝手にイケシャーシャーとね名乗ってやってましたけど、まあようやくねその名前に実が伴ってきたなというねところでございましてね、本当まあ忙しい中でも一つ一つがねなんか意義深いというか、いい手応えといいご縁といい思い出になった、なんかそんな3月だったように思います。そうですね、あとまあ近況みたいなとこ、まあそんなとこにしときましょうかね。まああの詳しくは逐一そのブログとかフェイスブックとかね、その他 SNS に発信しているんですけどもね、もうなんか最近会う人会う人にね、もうバブ君最近忙しそうやなと、もうあっちこっち引っ張りだこやなとかいうことを言ってもらうんですけどもね、あのでもそれはねきっとね僕が SNS ねまめに更新するもんですからね、あのレポートとかね、あのその他いろいろなのでね、そのあたかも他の人よりも活発に動いてるようにまあ見えるだけであってね、はい決して他の人が僕よりもその活動密度が低いとかそんなこと決してないと思うんでね、はい、僕がその発信が多いもんですからね、あのそういう風に映ってるだけだと、まあ、僕は思っておりますけどもね、はい、皆さんも本数とか密度としてはね同じかそれ以上にやってる方もたくさんいると思うんでね、はい、その辺はまあまあまあっていうとこで、まあそうやってでも思ってもらうのはね非常に光栄なことなんですけども、はい、そうですね、いうところで、まああのだから先月非常にねあの過密だったので、あのソロ公演とかの準備の絡みもあったんで、かねてからあの習慣にしていたジョギングね週1回やるというね、まあ去年ずっとやってきて、まあ1年達成したんですけど、まあそちらがねちょっと3月はねちょっと停滞しましてね、実施回数が非常に少なかったのでね、あの今月からまだね立て直しというところでもう何回かすでに走ってるんですけどもね、ちょうど 2,3 日前かな、金曜日の夜北港の方までねちょっと長距離目のランニングをしたんですけどね、その途中に道中ね大学時代のね友達からね電話があって、まあよくその長電話する友達なんですけどもね、着信があって、まあジョギング中やったんですけど、まあちょっとやったら大丈夫かなと思ってあの応答したんですね。こっさらねもうずっとねその後ジョギング中帰ってくるまでずっとね喋ったまま1時間半以上通話しながらジョギングという形に相なりましたもうね自分のそのなんていうかねスタミナというか体のタフさというかそういうところにちょっとびっくりしながらね、向こうもね、いやガンちゃんそれ今ほんまにジョギングしてんのとか、今もやってる、まだ走ってる、いやすごいなとか言われながら、まあ、やってたんですけど、まあ向こうもね長年その学校の、ね、運動クラブの顧問とかやっててなかなかのスポーツマンなんですけどね、まあ、その彼をしてもなかなかびっくりするような、はい、所業を成し遂げたというところでね、なんかある種の自信につながりましたけどね、自分でこんなこともできるんやっていうね、ある種狂気的な、はい、ジョギングしながら通話するというね、なのでそのうちねこの間のウォーキング令和砲弾じゃないですけども、今度はねランニングバージョンもできるか、まあでも画面がグラグラ揺れて多分見てる方がね酔っちゃいそうなので、映像付きはあんまりちょっと希望が薄いですけども、まあ音声だけでもやってもありかなっていう気はしますね。今ね今日はちなみに久しぶりに自宅の機材で録音してるんですけども、やっぱりねあの外歩いたりね動いたりしてる方がね、なんかこの言葉がねスムーズに出てくるんですよね。家でこの座って腰据えてやるっていうやり方、まあこれが一番スタンダードのやり方ではあるんですけどもね、なかなかね言葉が出てこなくて詰まることがあってね、これも結構その編集してるんですよ。いらんところ切ったりね、ちょっと言葉に詰まったりしたところは編集したりしてるんで、まあ動きながらの方がもっとね気持ち楽にできるんで、最近はそっちに味しめたようなところはあるんで、はい、またね、いろんなシチュエーションでちょっと実験も兼ねてね、やっていきたいと思うんで、まあまたそういうのもちょっとお楽しみの一つとして皆さんねそのつもりでいてもらえたらと思います。なんかいろいろ無作為に喋りまくりましたけど、今まで。そうですね、あと一つぐらいなんかテーマ言っときましょうかね、せっかくなんでね。そうですね、随分と前に、自分が影響を受けたアーティストっていうテーマで喋っていた頃があったので、ちょっとその時のテーマをね、もう一度掘り起こして、久しぶりにそのテーマで言ってみましょうかね。自分が影響を受けたアーティスト。まあ、これまでね、確か、ダパンプと野猿と、あと、R&B のね、ケミストリーさんとか平井堅さんとか、なんかその辺の、まあ言うたら自分の中では割と本命からはちょっとだいぶ離れてて、まあライト目のところをね、まあダパンプは結構ね学生時代は割とドハマりしてましたけどもね、ただ今現在の本命からはだいぶんとねそれるっていうところをあえてね言ってたんですけど、今日は本命に近いとこね、まだ大本命はあえて外してね、まだちょっと出し惜しんではい、まあですけど今のねこうやって音楽やるようになった自分の構成要素として非常に大きな、まあいわゆる
もう本命にほぼ近いね、まあ皆さんよく知ってくれてる通り、僕一番の本命はサザンオールスターズなんですね。ですけど、まあそのサザンに次ぐぐらいのね、ほぼほぼ本命に近い、まあそのぐらい影響を受けたっていう、まあメインどころをね、今日は一組挙げたいと思います。それはですね、ミスターチルドレン、ミスチルさんですね。まあ僕ちなみにサザンとね、ミスチルとあと小袋さんですね。まあこの3組がね、もうちゃんと、レコード CD も買ってつぶさにこう追い続けた、まあディスコグラフィーちゃんと追いかけて、まあコンサートにもそれなりに行って結構こう入れ込んで聞いていたっていう意味では、まあこの3組が3トップになるんじゃないかなと思っております。まあ今日はその一つのね、ミスチルについてちょっと振り返ってみたいなと思います。まあ一番やっぱり僕が J-POP とかそう歌物の音楽に、まあ、目覚めた中高生の頃っていうのに一番流行ってたいうこともあるし、まあ友達に、まあ、僕よりもっと早くからね、そういう音楽とかね、歌とかそういうことに興味持って聞いてた、まあ仲いい友達からね教えてもらったんですね。ミスチルも知らんよじゃあかんでみたいな感じでね、トゥモローネバーノーズなんか知らんやつおらんでみたいな、まあそのぐらいの勢いでね、僕に教育を施してくれた親友がいるんですけど、まあその親友からちなみに言うとサザンも教えてもらったんですけどもね。まあそんなところで、まあ僕も純粋やったんで、もうその友達の言うこと全部ね、信じてたもんですから、まあミスチル最高なんやって思いながら、ある種のその洗脳教育的な感じで教えられて、その当時のヒット曲、まあベスト版借りてね、まずさらってっていうとこなんですけど、まあ一番最初に僕自発的にちゃんと聴いて追いかけるようになったのは、あの Not Found っていう曲からなんですけどもね、あの2000年ですね、 Q っていうアルバムが出てて、でまあそっからずっと優しい歌とか、どうなんだったかな、君が好きとかね、ユースフルデイズか、その前にあって、まあちなみにユースフルデイズが一番僕シングル版としては一番好きな一枚なんですけど、まあいろいろ思い出補正は入ってますね。一番その大学受験に成功してね、気分のいい時に聴いてたからっていうのもあって、うん、まあいろんな要素で、そのカップリングにドローウィングっていう曲が入ってて、まあ僕それミスチルのバラードの中では一番好きなんですけどもね。まあでもやっぱり、まあそこでやっぱミスチルにすごい執着持つようになったのは、やっぱりサザンのね、桑田佳祐さんと奇跡の星っていう曲を一緒にね歌ってたっていうね、まあ一番大本命のサザンの桑田さんとそういう交わりがあるっていうところ、まあそこもすごい強い要素でしたかね、まあ理由というか、まあそういうとこもあって、あともう一つね、非常にこれ僕の中では大きなことで、おばがいるんですけど、僕お母さんの妹なのでね、まあおば、まあ家のすぐね隣に住んでるんで、まあそのおばがね、なんかどういうことかドハマりしましてね、ミスチルに。ある時期からそこから、まあまあ僕は元から好きだったんですけど、まあそれよりちょっと時期遅くして、そのおばがドハマりしましてね、でそこでまあおばがもうそのミスチルの関連もう CD 音源から映像作品から書籍まで、もうありとあらゆるそのミスチル関連のそのものを全部ね買い集めてね、もうまさにそのフリークになって、だからまあそれ以降、まあ僕それまでは自分で買ったり借りたりして聞いてたんですけども、もうそこからもうおばが全部そのミスチル関連のものを買って、もうますますそのミスチルが聞きやすいなんか生活環境になって、いろいろそのおばともその一緒にこう聞きながら、あれやこれやと話すようになったりもね、まあしましたし、まあそういう意味でもね、非常に他のアーティストの日じゃないその突っ込んだ聞き方をするようになりましたしね。でまあ自分が実際にこうして曲作りとかするようになってから、ますますやっぱその桜井さんのね、その音楽的ないろんな能力とかセンスとか、そういうところもますますその凄さが分かるようになりましたしね。作詞なんか特にこのかゆいとこに手の届くなんていうかね、その言い回しとか着眼点とか、その生活とか恋愛に対するその価値観とかね、だからそういうところは非常に僕らも影響も受けたし、憧れもしましたしね、こういう歌詞を書かんといかんぞみたいなところは思わされましたし、あとそのね、音楽的なところで言うとメロディーのね、おしゃれさというか、まあ難しいんですけどね、桜井さんの作るメロディーってね、はい、なんかそういうちょっとそのコードワークにしてもね、ちょっと見たことないそれまでの、まあそういう往年のそのフォークソングとか歌謡曲とかにはまず出てこない難解なコードとかね、ちょっとしたそのギミックとか、そういうところも非常にやっぱレベルの高い人たちなんやみたいなことを、まあ漠然と感じたりね、それは小林武さんっていうプロデューサーのある種のその手腕もあったかもしれませんけど、まあなんかそういう形でね、音楽的なその表面だけじゃなくて、そのバックボーンのようなところとかもね、なんかそういうところもなんか興味を持たされたっていう意味では、本当にね、他のアーティストとはちょっと一線を画すようななんか魅力があったのかなっていう気はします。まあ、アルバムはね、僕 It's Wonderful World というのが一番好きで、はい、
まあ、その中のねバード刑事とか、まあ、結構まあ割とああいう暗いダークな側面のミッシルは非常に好きです。まあ、そういう曲結構初期の方が多いのかな、うん、で、まあ、あとはスーパーマーケットファンタジーとかね、ちょっと後になりますけど、あの辺の作品も僕が人生のなかなかいい明るい時期に聴いてたもん、まあ、今が暗いわけじゃないですけど、なんかいい時に聴いてたっていう、なんかやっぱ思い出補正って非常に大きいんですけど、が好きですかね、うん、いやいいですね、この好きなことについて語るっていうのはなかなか、はいまあ、あのミッシルね、あの好きな人って僕の音楽仲間の中でも本当たくさんいるんでね、またなんかそういう方とまたミッシル談義したいなっていう思いもありますけど、で、まあ、あの正直時期的にはそうですね、2013-14年ぐらい、小林武史さんのプロデュース離れたぐらいの頃から、まあ別にそれが原因ってわけじゃないですけど、ちょっと僕もリアルタイムに追えなくなって、ちょっと今はあの離れてる部分はあるんですけど、まあそれ小袋さんも一緒ですけどもね、まあこっちがまああの自分の活動でその自分の曲作ったりする方がね忙しくなったっていうのもあるんですけど、まあ今はサザン一択で行ってる感じですけど、まあでも今でもねどっかからそのミッシルトークがこう聞こえてきたりするとちょっと高まったりするぐらいには、今もミッシルは大好きなんで、はい、またね時間があればちょっと終えてない最近のミッシルもね一回聞いてみたいなという思いはあります。いうとこですかね、あんまり話すともう時間が何分でも長くなるんで、この辺にしときます。はいはい、ということで、久々にしてはね結構喋った方かなと思います。まあ今日はこの辺にしときましょうかね。はい、まああの暖かくなってくるかと思いますけどもね、まだ黄砂とかねちょっと待ってて、鼻とか喉とか気をつけてもらいながら、はい、体調も、引き続き、皆さんね各々ご自愛いただきながら、元気に、楽しくね過ごしていただきたいと思います。それではまた、次回お会いしましょう。次回はもうちょっと短いスパンでお会いできることを願っております自分次第ですけど、はい、ということで、終わります。淀川飛行士令和歌謡のバブでした。さよなら。桜見頃